どうも、アキトです。過去問解説で2015年兄弟理系の第3問を見ていきたいと思います。問題はこちら。括弧1、A0 通り y イコール e の x 乗プラス1に接する直線がただ一つ存在することを示せ。括弧2、A1 イコール1とし、n イコール1に点点点について、AN0 通り y イコール e の x 乗プラス1に接する直線の接点の x 座標を an プラス1とする。リミット n 矢印無限。an プラス1マイナス an を求めよう。こういった問題となっております。まずは括弧1番見ていこうと思いますが、括弧1番座標平面上の話しておりますので、まずは図を書こうと思うんですが、 xy 平面上グラフを考えていて、 y イコール e の x 乗プラス1、こんな曲線考えるよと。 y イコール e の x 乗というものが左の方では x 軸に限りなく近づくようなこんな状況で、0、1を通り指数関数定 e っていうのは1より大きいので、右の方は急激に上がっているよと。で、 y イコール e の x 乗プラス1というふうにしていて、今プラス1というものがあるので、これを y 軸方向に1だけ平行移動するよと。なのでここに1というものがあって、これ全部1個上に上げた形なので、大体ではありますがこんな感じですよと。0、2を通るようなこんな状況で、今 a0、つまり y 座標0ですので、x 軸上を x 座標 a のところで、こっからこの曲線に接するような接線存在し、それがただ一つだけですよと。接線必ず引くことができ、その引ける本数っていうのは1本だけですよと。そんなことを証明してください。こういうふうに言っているわけです。図を書いてあげると、どっから考えてあげても引ける本数っていうのは1本だけだろうというのは感覚的にはわかるんですが、それをちゃんと確かめてくれというふうに言っていて、じゃあ今括弧1番接線の話で、接線の処理の方針、基本方針として2つあって、1つ目接線公式ありますので、それを利用して処理をしていくよと。2つ目直線の方を設定し、今接線直線というふうに言っているので、それを設定し後から接するという条件を処理するよと。つまり1の方に関しては接するという条件、ここから処理をして接線を考えていくというのが1つ目。2つ目に関しては直線というふうに言っているので、例えば y イコール何とか x 足す何とかというふうに書けるというところに注目して、でそんな直線が接するよ、後で接するという条件を処理する、そういった違いがあって、基本的には接線公式ありますので、これが非常に便利ですので、じゃあ基本的には方針1こっちの方で考えていくよと。今回特に関数の形で、基本的に関数の形は接線公式を使ってあげればよく、接線公式は接点の座標必要ですので、じゃあここの部分 t と置いて進めていこうと思います。じゃあ接点の x 座標 t というふうに置いてあげると、今これ微分すると e の x 乗プラス 1e の x 乗は微分しても変わらないよと。プラス1定数は消えるので微分したらこうと。なのでここの青どういうものなのかというと、 y イコール e の t 乗 x イコール t の瞬間における、これが接線の傾き、あとは点として今接点 x 座標 t というふうに置いていて、 y 座標は e の t 乗プラス1なので、じゃあ x イコール t 代入するとここが消えて、じゃあ y っていうのが今 y 座標 e の t 乗プラス1ですよと。これが接線公式というもので、今 x イコール t 代入すると消えて y イコール e の t 乗プラス 1te の t 乗足す1を通り、接線の傾きは微分で、そこの x にその接点の x 座標を代入したもの、今回 xt 代入してあげた e の t 乗、これが接線の方程式で、今特に a0 通るようなものを考えるよというふうに言っているので、じゃあ今これ a0 通る瞬間いつなのか、 x のところに a、 y のところに0を代入してあげると、0イコール e の t 乗 a-t プラス e の t 乗プラス1、こんな関係式が出てくるよと。で、今何を示せばいいのかというと、接線っていうのがただ1本だけですよと。で、今接点の x 座標 t というふうに置いていて、じゃあこれを満たすような t 考えてあげると、例えばこの a っていうのはマイナス1、例えばこの図だと大体こんぐらいの状況であるんですが、 a イコールマイナス1の状況だとここマイナス1というふうにして、 t のこんな方程式出てくるよと。じゃあこの方程式の解 t っていうものがここの接点の x 座標を表しているので、じゃあその t 考えてあげると、それ接線というふうになっているよと。で、今回図形的にこの接線の本数に関してはちゃんと考えなければいけないのが、こういうふうに接点 t
ピーの数2個なんだけど接線1本しか引けないようなこういう可能性もあったりして、そういうのは注意が必要なんですが、今回これ常に下に凸、 y イコール e の x 乗プラス1っていうのは単調増加で常に下に凸、こういうふうに下がって上がって下がって上がってというふうな感じになると、こういう二重接線とか副接線と呼ばれるそういうのが引けたりするんですが、今回は普通の単調増加常に下に凸の状況ですのでそういうことは起きていないよと。つまりこの接点の個数っていうのと接線の本数っていうのが1対1に対応しているので、じゃあ今これを満たすようなこの方程式の解 t っていうのが1つだけっていうのを示してあげればいいよと。ゴールとしてじゃあこの方程式の実数解 t というものが1個だけしか存在しないよと、それを言えばよくで、今ここ a というふうになっているんだけど、意味としては a というふうに取ってきてもどこで取ってきても必ず t 存在し1個だけ必ず存在しているよと、それを言うよと。なので今この t の方程式の実数解考えていくよと。で今方程式の実数解考えていくんだけど、今 a っていうのがこの t の方程式においては定数というふうになっているよと。定数分離できれば考察しやすくなりますので、定数分離できる場合っていうのはそれをしてあげるよと。それが基本的な処理なんですけど、今回これ e の t 乗で割ってあげれば a だけ分離して定数分離できるよと。なので今回定数分離しようと思うんですが、今この関係式においてじゃあ両辺 e のマイナス t 乗かけてあげると、左辺は 0e のマイナス t 乗かけるとここが a マイナス t、 こうかけてあげると e のマイナス t 乗かけているので1足すことのここが e のマイナス t 乗で、この定数 a 分離してあげると、つまり残り1個をして t マイナス e のマイナス t 乗でマイナス1イコール a ですよと。これで a という定数分離された形。じゃあこの方程式の実数解 t 考えていくので、今定数分離したから、じゃあここの部分この左辺 fx というふうに置くことにして、変数は t ですので ft というふうに置くことにして、じゃあこのグラフ考えてみようと思うんですが、こうすると微分が今ここ微分して1マイナス e のマイナス t 乗をこう合成関数の微分でマイナス t の微分マイナス1が来るよと。つまりここマイナスマイナスでプラスというふうになり、1たす e のマイナス t 乗、これが正の範囲で増加負の範囲で減少しているんだけど、今回指数のここの部分っていうのは常に正ですよと。なので1たす正のものどんな状況を考えても常に正ということはこの ft 単調増加ですよと。なので横軸 t としてグラフ書いてあげると常に上がり続けているよと。この上がり方がだんだん緩やかになるという可能性があったりとか、まあ、急激になったりとかいろんな可能性考えられるかもしれませんが、とりあえず今分かったのが上がり続けているよと。じゃああとはどこからどこまで上がっているのか、つまり t っていうのをマイナス無限大にするっていうのと t っていうのを無限大にする、今回特に t の範囲とかあるわけではないので、じゃあ左端はマイナス無限大の方の極限、右端は無限大の方の極限、これ考えてあげると、じゃあ今リミット t 矢印、じゃあまず無限の方考えてあげると、これの ft っていうのは今 t マイナス e のマイナス t 乗マイナス1で、ここの部分 t を無限にすると e のマイナス無限乗と、 e の x 乗をマイナス無限の方考えていくので左の方、ここに関しては0に収束するよと。これ e の t 乗分の1という形で、e の無限乗っていうのは無限という形なので無限分の1で、ここは0に収束するよと。でここに関しては無限大に発散し無限マイナス0マイナス1ということで、これは無限ですよと。この極限無限というふうになるので、はるか右の方に関してはいくらでも大きくなっていて、じゃあ今度マイナス無限考えてあげると、こっちに関しては t のところがマイナス無限、一方ここの部分今t がマイナス無限ということはマイナス t ってのは無限なので、ここの部分 e の無限乗という形で、まあ、つまり無限ですよと。今指数関数 x 十分大きくすると無限大に発散する、でそれを引くというふうに言っているので、マイナス無限から無限を引いてさらに1を引くよと。めっちゃ大きいのマイナスしてマイナスしてマイナスして全部引いているので、これは不定形ではなく無限大、これ全部マイナスなのでマイナス無限大、これに発散しているよと。
なので左端の方に関してはいくらでも小さい値、負のものって絶対値いくらでも大きくなるよと。なのでこの間の様子よくわかりませんが、とりあえず単調増加しているよと。なのでグラフとしては十分小さいところからいくらでも大きくなるような感じで単調増加しているよと。これが y イコール ft のグラフで、これと y イコール a のグラフ考えるよと。こうしたときに左の方はマイナス無限、右の方は無限。今 a 次数点 a0 というふうに言っているので、この a 次数で、じゃあ y イコール a との交点考えた時のここの部分っていうのが次数解ですよと。でも今回単調増加でマイナス無限から無限まで行くので、どこ取ってきても必ずぶつかるよと。マイナス無限まで行けるし、プラス無限も行けるし、どこ取ってきてもどっかで必ずぶつかっているよと。そして単調増加なのって、もし極値とか持っていたら3箇所ぶつかったりするんですが、今回そういう状況ではないので、ぶつかるのはただ1箇所だけですよと。じゃあここの部分 t というのがただ1つだけ存在する、接点がただ1個だけ、なので接線がただ1つ存在するということで、これで括弧1番の証明がおしまいです。今度は括弧2番見ていこうと思いますが、括弧2番数列の話と、あとは今の接線の話で登場していて、初項は1として、で初項決まって機能的に、じゃあ an が決まった時に an0 を通り y イコール e の x 乗プラス1に接するような直線考えるよと。なので今の a の状況 an というふうに変えてあげれば全く同じ状況、じゃあ接点 t というふうに置いてあげると結局これらの関係式満たしているよと。括弧1番でただ1個だけ存在するということが保証されているので、ちゃんとこんなものを考えることができ、でこの x 座標を an プラス1というふうにするよと。今この直線の接点、ここの t の部分、これを an プラス1というふうにしますよと。ただ1個だけあるということが分かったので、じゃあこれを an プラス1というふうにして、これで数列 an というものを作っていくときにこの極限を求めてください、こういうふうに言っているわけです。とりあえずまずここの接点の処理に関しては括弧1と同じ状況を使えて、今の議論において t の部分 an プラス1というふうに変えてあげるよと。なので今の t の部分 an プラス1というふうに変えた、こんな関係式が成り立っているよと。つまり今回こんな全化式によって、今ここ an ですね、 a は an、 t を an プラス1というふうに変えた、こんな全化式によって定まる数列考えるよと。初項 a1 として、じゃあこんな全化式考えるというふうに言っていて、じゃあこの数列の極限考えていくわけですが、今回どんな極限なのかというとこれですよと。今関係式として an プラス1マイナス e のマイナス an プラス1マイナス1イコール an、 こんな全化式によって定まる数列 an で、これを考えるよと。で an プラス1マイナス an というものはこの全化式においてここ n ですね、移行してあげると an プラス1マイナス an というものはこれ移行して e の an プラス1こうマイナスですね、移行してこうマイナスがプラスに変わり、 e のマイナス an プラス1マイナス1がプラスというふうに変わるよと。じゃあ今これの極限教えてくださいというふうに言っているんだけど、でも今全化式から結局これの極限ですよということがわかるわけです。これの極限知りたいんだけれども、こっちの方がシンプルな形でこれの極限知りたいよと。つまり今ここ1ってのは確定しているので、じゃあこの部分円の無限大に飛ばした時に何に行くのか、これが気になるわけです。 e のマイナス an プラス1乗、つまりじゃあこれを知るためには何が必要なのかというと、 an プラス1がどこに行くのかと、n を無限大したときに n プラス1がどこに行くのかというのが分かれば、 e のなんとか乗指数関数は連続なので、ここの部分の極限と代入したこの極限の結果一致するよと。じゃあこの n プラス1の極限、まあ、つまりこれは an がどこに行くのかという情報と同じであるんですが、これがどこに行くのか、この全化式によって定まる an の極限考えてみようと思うんですけど、今こんな全化式というふうに言っていて、もし仮にこっから n っていうのを具体的な式で表すことができれば、一般項 n の式具体的に書き下すことできれば、それで例えば極限の公式とか使って調べられるかもしれませんが、ただ今回この指数とか、あとは普通にあるものたちというふうになっているので、こういうふうに一般項を直接調べていくっていうのはかなり大変そうで、現実的には厳しそうです。
なので今回極限考えるんだけど、直接調べる、そもそも一般校わからないので直接調べるというのは厳しいと。極限調べる上で基本方針として直接調べるか、それは厳しい場合の間接的に調べる方法として、ハサミ打ちの原理、追い出しの原理、これを利用するというものがあるんですが、今回直接調べるのは厳しそう。なので間接的に調べるハサミ打ち、追い出しの原理、これを考えてみようと思います。今何を知りたいのかというと、今 an プラス1マイナス n、 これの極限知りたいけれども、結局この型の部分のこの n の極限分かればいいよと。で n の極限よく分からないので、ハサミ打ちの原理もしくは追い出しの原理使って調べていこうと思いますが、ハサミ打ちをするにしろ追い出しをするにしろ、この結果が見えていないとこの先どうすればいいのか見えてこないので、じゃあこの an どうなっていくのか考えてみようと思うんですが、今回こういうふうに図形的な情報を与えられているので、じゃあこれを使って考えてみると、今 a1 っていうのは1というふうにするというふうに言っていて、じゃあ改めて書くことにすると、今 a1 一番最初この10のところで考えているよと。ここからスタートして作っていくんだけれども、じゃあ今ここに1というものがあって、指数関数だいたいこんな感じの状況と。で今10からスタートして、どっかこっちの方で接点があって、ここ A2 というふうにするよと。で今度この A2 を通りこれに接するようなものを考えていって、じゃあこっち側の右側の方でこっちの方で A3 接点考えていくよと。図形的に最初10で、ここから右肩上がりで接点存在し、 A2 でさらにまた右肩上がりでどん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 右の方に行くよと。なのでこれ無限大に発散するんじゃないかということが予想できるんですけど、この指数関数ってどん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 急激になっていくので、この接点もどん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 右の方に行っていくよと。じゃあこの an どん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 右の方に行って無限大に発散するんじゃないか、つまり追い出しの原理の中でも、じゃあ an 何か別の数列 bn というものでこっち無限大に発散するような、これを見つけてくるよと。こうすることができれば追い出しの原理によってじゃあ無限大に発散するということが言えるんですが、今回 a の定めているのはこの関係式なので、これを使えば言えるはずと。今 an プラス1というものが、今1プラス an プラス e のマイナス an プラス1乗と、これ移行してあげると an たす1と an の間の関係式こうで、あとは1たすこんなものがあるよと。例えば今 a2 知りたければ、これ1たすここ1というふうになって2たす e のマイナス a2 乗と、つまり2たすあとこの e のなんとか乗というこの正のもの加わっているので、今 a2 って1たす1、2より大きいということが分かり、じゃあ今度 a3 考えてみると、1たす a2 たす e のマイナス a3 乗でも、ここ2より大きいものなので、じゃあこれは今ここ2というふうに変えてあげた、1たす2たすこれより大きいよと。つまり3たすこれより大きく、結局3より大きいよと。つまりここの部分正というふうに言っているので、じゃあここの部分正という条件を考えてあげると、今指数関数 e のなんとか乗、これ1たす an より大きいよと。つまり前のものに1個足したものより大きくなっているよと。つまり交差1の等差数列よりもより速い速度でどんどん増えているよということが分かるので、じゃあ無限大に発散するよと。今どういう状況なのかというと、 an というものは今初項が1、交差1の等差数列、これが1たす 1×n-1、 つまりこれ n ですよと。今1番目の瞬間に成り立つようにということでここにイコールつけましたが、 a1 は1ですよと。 a2 っていうのはそれに1加えたものより大きくなっているので2より大きい、 a3 は2に1を加えた3より大きいよと。 n っていうのは n が2以上だと n より大きく、 n が1の瞬間も含めて an が n 以上ですよと。じゃあ今 an っていうのが n 以上だということがここからわかるよと。1個増えたそれよりも次っていうのは大きくなっていくよと。1より大きいもの増えていくので、じゃあ1ずつ増えていく n より基本的に大きくなっているよと。で今 an っていうのは n 以上ですよと。でもこっちの n っていうのは n を無限大に飛ばすと無限大に発散する、追い出しの原理、 an っていうのはこれ以上でもこっちの小さい方が無限大に発散しているので、この an 無限に行くよと。よって今の議論によって
の無限大に飛ばすとここの部分、今 an プラス1というここの部分が無限大に発散する。じゃあマイナスそれっていうのがマイナス無限大のところに発散するよと。ということはじゃあ今ここの指数関数の部分、ここは e のマイナス無限乗、つまり0に収束するよと。なのでじゃあ今 n っていうのが無限大に発散するのでこの関係式見てあげるとリミット n を無限大に飛ばした時の n プラス1マイナス an、 ここは0に行くので0たす1で1ですよと。これで括弧2番おしまいです。はい、ということで今回はこちらの問題を見ていきましたが、まず括弧1番に関してはこれは接線の基本的な処理、あとは方程式の話に言い換えられてそれでおしまい。なので括弧1っていうのは実際の試験場であってもできてほしいところで、山場が括弧2番で、まずこれ全化式、そこまでは括弧1からすぐに行けて、じゃあこの全化式の後どうするか、これ見て an プラス1マイナス an なのでこの an の極限知りたい、ここまでは判断したいところで、じゃあこの n の極限、この式見て結局1より大きいもの増えているよという、ここは正だというところが肝になってくるところであるんですが、例えばこれに関してはいろいろ実験してみて図形的な情報を頼りに無限大だろうというふうな予想だったり、実際今やったようにじゃあ最初1としてこの後2としてというふうにやっていくと1たすさらにちょっと増えていくので、じゃあ結局これ無限大に発散するだろうと。そういうところは今回に関しては実験すると見やすいところ、問題によってはそういうような肝になってくる部分、見えにくい極限っていうのも多いんですが、今回は比較的見やすいと思いますので計算量もそんなに多くはなく、括弧に、ちょっとハードルは高いかもしれませんが、この括弧2番実際の試験場であっても落としたくはない問題なのかなというふうに思いました。今回はこんな問題を見ていきました。また見てください。バイバイ。